昔、あるところに一人の婆様が、カエという名の娘とひっそり住んでおりました。そこへ、女手だけでは大変だろうと、村の作蔵という若者が毎日のようにやってきて、畑仕事など手伝っては帰ってゆくのでした。ところが、カエが19になったとき、幼い頃から育ててくれたそのばあさまに先立たれ、カエはとうとう一人ぼっちになってしまいました。半分は、カエの美しさに惹かれて通い続けていた作蔵は、これを機会に俺の嫁になってくれ、と頼みましたが、カエはただ黙ってうつむいているばかりでした。俺と一緒になってくれな、承知してくれ。俺のことを嫌いか。カエは首を横に振りました。それならと作蔵はその後何度もカエのもとへ通ってはくどいたのですが、答えは同じでした。諦めきれない作蔵は来る日も来る日も出かけて行きました。作蔵にしてみれば、一人寂しく暮らしているカエのことを思うと耐えられなかったのです。とある日のこと、カエは妙なことを口にしました。私は人を好きになってはいけないのです。お嫁にはいけない女です。カエには何か深い訳があるようでした。カエのことを思うと作蔵の胸は熱くなり、眠ることもできません。とうとう作蔵は眠っているカエを布団ごとさらってこようと決心しました。カエの家の周りには日暮れになるとおしろい花が花開き、一晩中ほんのりと良い香りを漂わせておりました。男は美しい娘を嫁にするのが解消なんだ。作蔵が意を決して立ち上がろうとしたその時、作蔵はカエの方から心を決めてくれたかと一旦は喜びましたが、よく見るとカエの足にはきちんと遠出の草履が履かれています。不審に思った作蔵はそっと後をつけてみることにしました。変だな、俺はこの辺りなら子供の頃から知らぬところはないはずなのに、まるで見たことのない景色だ。それに明かりも持たないカエがこの暗い夜道をつまずきもせずスタスタ歩けるのはなぜだろう。カエは疲れも見せずどんどん進んで行きました。そのうち作蔵は不思議なことに気づきました。行く先行く先に道ができるようなのです。それは全くの熊笹の茂みなのに、カエが進むたびにほんの少し道を開けてくれるように見えるのです。やがてカエの姿は大岩のあたりでふっと見えなくなってしまいました。
くら呼んでも返事はありませんでした。けれど道を戻りたくはありません。ふとそこに人一人入れる穴を見つけた作蔵は早速入ってみることにしました。中は花の香りにあふれていました。それに小さな明かりが見えるではありませんか。作蔵は光の向こうを覗いて思わず息を呑みました。そこは真っ昼間で、かえそっくりの娘が何人も舞うように動き回っていたのです。広い野原には紅や白のおしろい花が咲き乱れておりました。手の荒れている娘を見つけました。畑仕事をするカエは他の娘とは違っていたのです。カエさん、その時です。ものすごい風が吹き花が舞い上がりました。俺の嫁になってくれ。するとさらに強い風が吹き鬼女が現れました。しかし作蔵はひるみません。さらに大声でカエの名を呼び続けたのです。カエさん、鬼女は母です。私は鬼の子供なのです。カエさん、俺はお前が好きだ。一緒になろう。カエさん、苦労はさせん。俺の嫁になってくれ。どれだけの時が経ったのでしょうか。気がつくと作蔵はカエの膝枕をしていたのです。目が覚めましたか。そろそろ家へ戻りましょう。夕げの支度もしなければ。おしろい花が花開き、もう日も暮れようとしています。作蔵とカエはもう何年も夫婦だったように肩を並べて幸せそうに歩きました。あとにはほんのりとしたおしろい花の香りが
漂っていたといいます。